ラジオカー、この時間は10代の皆さんの元気な声をお届けしようと思いますよ。名取高校にやってきました。はいはい。住所はですね、岩沼市朝日なんですけれども、名取高校でございます、うん、こちらの高校では今週の土曜日9月の3日文化祭が開かれるということで、今生徒の皆さん準備の真っ最中なんですね。皆さんこんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。します。もう学校全体楽しそうな雰囲気が漂っておりまして、今日はですね、今の時間は授業、通常の授業ではなくて、それぞれのクラスの準備をしているというところなんですね。はい。この、一般の公開日がですね、その3日土曜日なんですけれども、今回のテーマは名高祭に行ってきマウス、楽しい仲間がポポポポーンというタイトルがポポポポーン、はい、ついているんですね。でその中の目玉が、はい、ファッションショー、そして男子の新体操ということですので、そのあたり中心になっている皆さんにお話をお伺いしていきます。まずお聞きしましょうね、こんにちは。こんにちは。こんにちは。名前を教えてください。2年生の小林匠です。はい。小林くんは今回の文化祭の中では何をするんですか？男子の新体操の演技をします。おお、男子の新体操、私も一度見たことがあるんですけども、女子の新体操とだいぶ違いますよね。はい、うん、どんなところが違いますか？女子は体の柔らかさで演技をするんですけど、男子はバク転とか宙返りとかのタンブリングと言われるのがやっぱ魅力的ですね、うんうん、かなり迫力のあるアクロバティックな演技だなという感じがしますけれども、小林くんはいつから男子の新体操を始めたんでしょうか？高校入ってからです、みんな。高校入ってからね。きっかけは何ですか？うん、部活動紹介の時の先輩のタンブリングを見てもうすぐ決めました。へー、刺激された。ね、先輩の演技はどんな演技だったんですか？すごくかっこよかったですね。なるほど。じゃあ今はそういう演技を自分でもできるようになったのかしら？まあかなり近づけたとは思います。皆さんとてもハイレベルな演技でして、宮城県総体体操競技新体操の部では男子で団体優勝もしてるんですよ。あ、すごいね。で、東北大会に、出場した時の演技も披露してくれるということなんですね。はい。なるほどなるほど。当日はじゃあみんなでこうお揃いの、なんですか、こうユニフォームを着て激しい演技を。はい、そうです、はい、どんなところ注目してみてほしいですか？まあ、3年生は抜けちゃったんですけど、ええ、まあ、新しく2年生が入ってきて、うん、大会の時よりも上手くなったところを見てほしいですね、うん、あ、なるほど、楽しみですね。何人で演技されるんですか？A チームが5人で、あと最後にマネージャーとか含めて、体操とは関係ないダンスもします。ダンス、はいうん、はい、どんなダンスですか？ビッグバンの曲に合わせて、まあ、素敵、先生が作ったやつなんですけど。ということはみんな韓流スターさながらに本当、はい、やります。はい、わお、すごい楽しみですね。あ、じゃあこれは男子の新体操ってやっぱり珍しいから毎年お客さんも多いんじゃないですか？はい、まあ文化祭で一番人来ます。おお、すごい、アイドルのような一日ですね。まあ、はい、はい、意気込みを聞かせてください。まあ失敗しないように頑張りたいです。はい、頑張ってください。どうもありがとうございます。お、先ほどですね、放送が始まった時はこの実行委員長、はい、忙しくて校内を駆け回っているということでいなかったんですけども、うん、走ってきてくれましたよ。実行委員長、忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。お願いします。お名前と学年教えてください。3年1組小野寺雅樹です。お、うん、実行委員長、どんな仕事してるんですか？みんなをまとめたり、うん、やることを計画したりしています。各クラスでもいろんなものがあるでしょうし、部活動の内容もあるでしょうし、それをまとめるのって結構大変ですよね。そうですね、大変でした。地震の影響で1ヶ月ほど始めるのも遅れたので、委員会決めから遅れたので1ヶ月ぐらい期間が短かったので大変でした。やりがいを感じるのはどんな時ですか？そうですね、やっぱり今なんですけど、文化祭において、はい、まあ、これから成功したら実感湧くと思うんですけど、まだいろいろ大変だったので、まだわからないんですけど、でもこれから頑張ります。いよいよ明後日ですもんね。はい、ね、
来た人にどんな風に楽しんでほしいと思っていますか？いろいろ音楽部などファッションショーなど、うん、目玉が結構あるので、うん、そこを中心に見てほしいです。あ、そうなんですね。今何か間に合わないこととか焦ってることとかありますか？間に合わないこととか焦ってること何かあるかしら？あ、そうですね、やっぱり期間が短かったので、うん、まだ打ち合わせとかもいつもよりは短い時間だったので、結構急いでるので、はい、コントとかつなぎでやるんですけど、そこがちょっと。コント？はい、そうですね。僕がちょっとやらなきゃいけないみたいで。自己委員長がコントもやるの？そうです、司会進行なのでつなぎの時間でコントをやるのがちょっと手間取ってます。つなぎでコントですよ。吉川さん、アドバイスお願いします。相方がいるのかしら？相方がちょっとちょっと滑舌悪いやつなんでうまくできるか不安なんですけど、うまくつなぎたいと思います。ネタ合わせもしなきゃいけないし、はい、1個できたんで、うん、もう1つぐらいは欲しいんですけど、ちょっとそのネタ気になりますね。少しだけ内容教えてもらえるかしらネタ。ネタですか、うん、いや、そこは見てよ、見てからお楽しみにしてほしいよ、ね、そうですよね、そこは当日ナトリ高校に聞いといて楽しんでほしいなと思いますね、うんうんうん、そしてもう一つの目玉です。ファッションショーがあるということで、今度は女の子に ね、お話聞いてみましょうかね、うん、はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。学年とお名前を教えてください。3年7組の石川遥です。はい、ファッションショーは学校の体育館かどこかのステージでやるんですか？はい、体育館を使い、入り口からステージまでを衣装を着た生徒たちが歩きます。じゃあデザインも全部生徒さんが？はい、一から布を買ってデザインするところからパフォーマンスまで全て生徒が自分で考えて行います。モデルさんだったりや音響、照明なんていういろんな仕事がファッションショーの中にありますよね。はい、うん、それも全て生徒でやります。へえ、どんなお洋服が見られるのかしら？とドレスや和風ドレス、ウェディングドレスや浴衣やジンベエなどいろんな種類があり、うん、韓国のチマチョゴリもあります。すごい、ね、面白そうですね、うん、石川さんはちなみにモデルさんとしてまた自分のお洋服を着るんですか？いえ、私は司会をするので、と衣装は着ないです。司会だ。あ、司会なんですか、はい、みんなの前で話するの緊張しませんか？緊張しますでも頑張りたいと思います。おお、いいですね。今日はどんな準備をしているところでしたか？と今日はファッションショーの全体の流れや司会の言葉などを考えても、と本番と同じような感じでリハーサルもします。あ、司会うまくできそうかしら？とできるように頑張ります。なるほど、頑張ってください。ありがとうございます。そしてですね、今お話聞いてる教室の隣に生徒会室があるんですが、はいはい、そこで何やら今チラシを作ってますね、うん、チラシを見せていただきましょうか。今作ってるんですか？うん、これは何でしょうか？名取高校のイメージキャラクターのナトニンをバチとストラップにしたものです。ナトニン、イメージキャラクター、はい、ナトニン、はい、あ、ナトニン、ナトニン、ちょっと交渉をなんか可愛らしくして、去年までは手がなかったんですけど、今年から新しく手も生えてよりちょっと動かしやすくなって。え、交渉ってどういう形の？あの桜の花びらのような、ね、形をしてるのかな、はい、ちょっと桜の花びらって何ですかね、お花の、うんようなジグザグの入ったなでしことも違う。モチーフになってるもの何か分かりますか？ちょっとお花みたいな感じなんですね。そうなんですね。桜でよろしいようですね。あ、桜でよろしい。そうそうなんです。え、これを売ってくれるんですか？はい、はい、生徒会前と移動販売でバッジは50円でストラップは90円で売ろうと思っています。へえ、なるほど、わかりました。じゃあせっかくね、お話いただいたから生徒会の方にも、じゃあ最後になっちゃったけど、お名前学年教えてください。はい、1年2組の長岡かなです。あ、1年生ですか、あ、そうなんですね。今回初めての高校の文化祭どうですか？ちょっと緊張してます。あ、そうなんだ。大丈夫、大丈夫。でも高校の文化祭って言うとちょっと憧れるところでもありますよね、うん、はい、うん、ちょっとなんか浮き足立ってるというか、はい、何が楽しみですか？ちょっと1年生はステージ発表があって、うん、私それでダンス役でちょっと、うん、
うまく撮れるか分かんないんですけど、それがちょっと楽しみです。あ、そうなんですね。この他に各クラスでいろんなかき氷ですとか、うん、模擬店も出すということですのでね、それぞれファッションショーに出たり新体操をしてみたりダンスをしたりいろんな、得意分野生かせるところがあると思いますので、その頑張ってる姿見に来てあげてください。9月の3日今週土曜日、名取高校の文化祭です。どうぞ皆さん楽しい文化祭にしてくださいね。ありがとうございました。ありがとうございました。